平手広秀元気三年十二月二十二日は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。お田氏の家臣。陽名は、周知よ。通称は人左衛門。神は剣持。平手正秀の三男、もしくは、正秀の嫡男とされる、久秀の嫡男とも言われる。母は、加藤清正の姉とされる。信長後期に登場する、平手正秀の三子のうち、 ケ図類においては、政秀の子である、平手久秀の子にあたる。久秀も官位は、剣持であった。織田信長配下の武将として、石山本願寺攻めなどに各地を転戦する。元気三年の三方ヶ原の戦いに、林秀貞、佐久間信盛、水野信元らと共に援軍として出陣したが、武田信玄の軍勢によって敗北した。信玄は、早々に撤退したが、 広秀は、徳川家康と共に戦ったものの敗れ、浜松周辺の地理に不慣れだったこともあり、退却に失敗、前日に、理由は不明だが家康から屈辱を受けたことを理由に、ちょっとつ盲信し、追走してきた武田軍に打ち取られた。こうして、平手四着重は途絶えた。平手剣持墳墓の地、広秀は信長に目をかけられた、将の一人であり、信盛が後に、 信長によって追放される、際の石棺上には、信森は、終庭、信元らと共に、広秀を見殺しにしたとの理由をつけられている。戦没地は、稲葉山と伝わり、剣物坂という地名の坂も残っている。かつてその地には広秀及びその家臣の墓碑が存在し、平手神社として、信仰を集めた。現在も地元の人々からは代々、平天様と呼ばれ、 慕われている。また、広秀はぜ息をわずらっており、広秀が死に際に、拙者はこの地にて一命を落とすが、これからは、神となりこの土地の民がわずらう、喉の病を治して死んぜよと言い残し討ち死にした伝説もあり、平手神社に祈るとぜ息風等の喉の病気が治癒すると伝わっている。なお、 平手神社は施設の老朽化等などの諸事情により、平成17年にすべて取り壊され、広秀の母妃と家臣の母妃は、野ざらしの状態となっていたが、平成18年3月に平手正都氏の末裔のうち、杉本勝人が、地元の人から平手神社の取り壊し事情を聞き、浜松の人々の協力の上、浜松市との数回にわたる、協議の上、許可を得て、平手神社後から、 母碑と家臣の石踏みを平手屋一族の母大寺である五図山長福寺に移転し、現在は平手一族の末裔で祀っている。その母碑には、名が自習と刻まれているが理由は不明である。ありがとうございます。